にちは、現場の高松です。今回出演される VTuber の皆さんが、スタジオに疲れたみたいなんですが、まもなくエレベーター到着されるみたいなんで、ちょっと突撃でインタビューしてみようと思います。ただそろそろいらっしゃるみたいで、あ、疲れましたね。新手の仏像ですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、今日のテーマってご存知ですか？はい、まあ、さっき言っちゃいましたけど、ですよね、仏像、ね、ご褒美だ。罰当たりなことすると小峠さんに怒られますよ。今日はいい子にしなきゃいけない。そうですね。そう、率直な話、仏像ってどうですか？なんかイメージあります？修学旅行のイメージだな。確かに、ね、あ、確かにそうですね、うん、動き出しそうで怖いなっていう。なんか手がいっぱいのとかいらっしゃるよね。千手観音。そうそう、あと頭が3つの超好き。そんなのいるんですか？へー。ちなみにシロさんに1個問題出していいですか？うん。今まさに言ってた、あの頭3つのアシュラ像って言うんですけど、うん、はい、頭3つ、顔3つありますよね、うん、耳はいくつでしょう？6つ。外れです。4つです。え、あとの2個を食べたの？違います。どうしたの？まあ、詳しくは何かを調べてください。あったあれじゃない？変なんですか？見ざる言わざる聞かざるみたいな。それではないですね。違った。気になる。違った、気になる。気になる。でも耳ってね、砂糖でね、まぶして、あの揚げたやつ美味しいって言うもんね。あー、美味しい。あれそれパンの耳じゃない？もっと激しく作ればよかった。そこで調理しないでください。あ、おいしい、ありがとう。今日お弁当豪華らしいですよ。やったー。嬉しい。なになに、楽しい、みたいな。しなんでしょうね。ちなみに何だったら嬉しいですか？焼肉。その金で食う焼肉。うめぇ。おいしい。まあでも、もう実を言うと、あの収録直前なんですよ。食べれない。とりあえず早めに控え室行きましょうか。ご飯いつ食べればいいの？ご褒美扱いかもしれませんね。なるほど。収録後ですかね。なるほど。喋りながら食べる。あ、なるほど、収録中に食べる。そう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 。罰当たりじゃないですかね。大丈夫かな？確かに。じゃあこれ以上罰当たる前に、あの今のうちに楽屋行きましょうか。はい、こちらになります。はい。ガリベンガー V 公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、共感の小峠です。本日の動画いかがでしたか？面白かったと思っていただけた方は高評価ボタンをクリック。またまだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。あなたの登録次第で V 子がディレクターになるか決まるかも。これからも超人女子戦士、これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。完璧です。いや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 